今回はここの工房で一番やりたかった改善をやろうかなと思います。それがこちらです。はい、ボール板ですね。現状はですね、物がいろいろ増えすぎてしまって、こんな感じで端っこに追いやられてしまっているわけなんですが、非常にね、使いにくい、まあ、場所もそうなんですけど、高さがね、かなり低くて、まあ座って作業するみたいなことになってるんですけど、まあ、どうせなら立って作業したいなとずっと前から思ったんで、そういうのを改善していきます。で、スタンド、キャスター付きのスタンドを作っていこうと思うんですけど、今まではできなかったんですよ。なんせこれ150キロぐらいあるんで、持ち上げるのが不可能と思われていたんですが、前回の動画ですね、こちら、300キロ、まあ、600キロの最大釣れる、電動ウィンチを取り付けたガントリークレーンがありますんで、これで釣り上げて、その下にこうスタンドをね、サッと入れれば、台ができて高さも上がって、作業しやすくなるということで、今からやっていこうかなと思います。今スタンドを作っているんですが、同時進行で片付けも行っているんで、机の上がめちゃくちゃ汚いです。で、 3D プリンターの方では取っ手を製作中です。で、これ取っ手何に使うかというと、まあ、今回ボール板スタンドを作るんですけど、まあ、ただのスタンドだとちょっともったいないなと思ったんで、まあ、収納機能を持ったスタンドにしようということで、Amazon で500円ぐらいで買ってきたこの箱を引き出しにしようかなと思っています。レールも一応ここに買ってあって、まあ、引き出しが取り付くスタンド、それ用の取っ手を作っていると。で、これが、まあ、ここに取り付くんですけど、で、ここからね、ボルトで、締めれば、まあ、取っ手が付いた引き出しになると。
まあ予想はしてましたが、溶接でねかなり歪んでしまっていたので、プレス機にて矯正をしているところです。はい、今ですねこのスタンドに引き出しを取り付けるためのこういったスライドレールというものを取り付けようとしているわけなんですが、ちょっと買い物を失敗しちゃいましたね。いやこれね、スライドレールって一体型と分割型っていう2種類あるっていうのを知らなくて、大体が多分分割型が多いんじゃないかなと思います。でその頭で購入したから当然これを分割できるだろうと思ったら、これね取り外せないんですね。なんで僕の理想はこのスライドレールの片側をこのスタンドにつけて、でもう反対側を引き出しに取り付ければもう引き出しをしまうだけでこう完成するっていう感じだったんですが、もうそれができないってことで、もう片側にこれを取り付いている状態で引き出しの方の穴開けとか組み立てをしないといけないってことで、非常に作業が難航しております。めちゃくちゃ丈夫。こんだけ丈夫だったらボール板も余裕ですね。でここでようやく前回製作したガントリークレーンの登場です。こいつを使ってこのボール板を吊り上げて製作したスタンドの上に置くわけなんですが、この純正のボール板の台ですね、これはもう今回使用しません。もうね見ていただければわかるんですけど、切り子がすごい溜まる構造になってるんですね。なんでちょっとこれは使いにくいので、もうこっからですね、この支柱の上をスタンドに移設するというような形を取ろうかなと思います。まあ、使い道としてはこの丸テーブルをずらしてあげると、ここが基準面になってるんで、このサイズ結構大きいものとか長尺の加工をするときは結構便利なんですけど、まあそこまで今のところ使用頻度も高くないので、もう今回取り外してしまって、ここから上をスタンドの上に置こうかなと思います。
ライオ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 ライ。なんでやねん。なんでやねんこれ。おい、もうあと1センチとかやねんけどこれ。マジで。おい。ちょっと待ってほしいこれ。なんとか潜り込ませれんかな。嘘でしょ。なんとか無理やり乗せましたけど、すごい汚れちゃいましたね。まあまあまあ。いやー、ガントリークレーン大活躍でしたね。もうこれがないと絶対スタンドに持ち上げられなかったんで、いや作ってよかった。でそして完成した、これがボールバンスタンド、完璧です。まあ、キャスターついてるんで、まあ、軽い力で片手で好きなところに移動して穴開けをすることができると。高さもねかなり高くなったんで、作業しやすいかなと思います。あとは引き出しが左右に1個ずつ上下2段なっててついているので、まあドリルだったりボール盤の周辺機器なんかを収納しておくことができると。いや、めちゃくちゃ作業性アップしますよこれ。最高。というわけでボール盤スタンド無事完成したわけなんですけど、皆さんこれ見えてますかね。なんとミストが出ています。はい、実はこれ Amazon で見つけた、こういった商品なんですけど、まあ何なんだろう、美顔器ではなくてフェイススチーマーみたいなやつなのかな、まあ、よくあるそういった商品の中の中身みたいなだけが Amazon で売ってまして、でモバイルバッテリーで動作するっていう代物で、コンプレッサーがいらないんですね。でまあやっぱボールバンやってるとどうしても気になってくるのが、まあ、冷却というかクーラントなんですけど、これ今水なんですけど、これクーラントに変えればオイルミストのボール盤になるんじゃないかと思って、急遽、作ってみました。どうでしょう、なんか良さそうな気しませんか。はい、ちょっと詳しく説明します。ここにモバイルバッテリーがあって、ここから電源をこの基板に供給しています。このケースは僕が作りました、 3D プリンターで作りました。でこっち側にペットボトル、まあ、タンクがあって、まあ、本来はここにクーラントを入れると。でホースがこうつながって、ミスト発生装置につながっていると。でこれの仕組みはちょっと詳しく分かんないんですけど、まあ、水を振動させてミストに変えてるんじゃないかなと思います。まあかなりシンプルですよね。コンプレッサーがいらない分、まあ、ご家庭でなんか加工されてる方とかには、まあ、いいかもしれないですね。で一応まあまだ全然できてないんですけど、向きはこのペットボトルを回すと変わったり、まあ、これマグネットになってるんで、高さを変えるにはこれを高さを上下させるみたいな、まあ、適当な感じです。まあ、まだプラプラしてるんで何かしらで固定はしたいなとは思ってるんですが、まあ、現状こんな感じで意外と使えそうな雰囲気を醸し出しています。クーラント持ってないかなと思ってたらあったんで入れてみました。なんかおしっこみたい。これでちょっと穴開けテストやってみましょう。
綺麗な気がする。とりあえず一穴だけ開けてみました。まあ正直わからないですが、なんかいいかもみたいな感じですね。絶対やらないよりはやった方がいいはずなんで、ミストなんでこう、まあ、目には、ね、見えにくいですけど、まあ、その分、広いところに行き渡ってるはずなんで、まあ10ミリの、ドリルでしたけど、なんかいつもより綺麗に開いたような気はしました。本当にまああえてもう試さないですけど、あのドライとあのクーラントで、はい、まあそんな感じです。まあ参考になったら幸いです。はい、面白かった、参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter や X、Instagram いろいろやってますんで、そちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。これどうしよう。